こんにちは、私はメガです。メガラサへようこそ。今日はアーチャルキティムンを作りますね。キティムン波キュウリを意味します。さて何が必要ですか？もちろんキュウリ、エシャロット、人参、カオ、砂糖、オーズ、例えばそれだけです。では始めましょう。私はまずキュウリを切ります。キュウリは新鮮でサラダに使うために薄くスライスします。包丁を使って慎重に切り、均等な太さにすることが大切です。果物や野菜の調理を始める際にはまず長を取り除くことが重要です。長を取り除くことで食材の実感が良くなり、料理の味を損うことなくより美味しく仕上げることができます。私は本当に心から自分のアーチャルをとても綺麗にしたいです。中を混ぜると少し取ってしまいます。これは中の中に含まれる奇麗な利子が誰に溶け出し、全体的に透明度が地下するためです。混ぜる際にはゆっくりと丁寧に行うことで取りを最小限に抑えることができます。アチャルは本当によく合います。特にカレーやサメ物、サラダなどほぼ全ての料理に使うことができ、その風味を引き立てます。はい、どんな料理にもぴったりです。特にインドネシア料理では、例えば私はこれを実際にハサミにスライスしますが、その際には包丁を使って慎重に角度を調整しながら、均一な厚さになるように心がけています。しかし皆さんももちろんブロック状に切ることができます。実際にはただそうですね、例えばまあ本当にあなたが望むことです。例えばブロック状に切ることも、長方形に切ることもできます。アチャルは例えばナシゴレンヤバミ、もちろんサテにもとても美味しいです。例えばまた他のスパイシーな料理、例えば辛いカレーや辛いスープなど、はい、それにはもちろん何かを冷やす機能もあります。例えば冷蔵庫や冷凍庫のように、また他の冷却装置も含まれます。例えば辛いものやスパイシーなものを食べた時ですね。アチャルはインド料理でよく使われるピクルスの一種で、様々なスパイスや野菜を使って作られます。このアチャルを食べることで体を少し冷やすことができると言われています。特にやぞい下の日にはアチャルの酸味とスパイスが体をリフレッシュさせ、刺激を増進させる効果があります。アチャルはカレーやライスと一緒に食べることが多く、その独特の風味が料理全体を引き立てます。アーチャルの歴史は古く、インドの家庭料理に欠かせない存在です。これを小さな模し切れに切ります。各部分が均一なサイズになるように均等に切り分けてください。これにより調理が均一になります。私は通常、例えば時最初にハサミに切ります。あるいは例えばフランス人が言うようにジュリエンヌ。アチャルはとても美味しくて、さっぱりしていて、刺激をそそりますね。特にその独特な風味と実感が魅力的です。これは一体何の料理で、どのようにして作られるのですか？例えば、カンサンパヤジがとても料理をとてもさっぱりとさせます。これは本当にとても美味しい副菜で、特におすすめの一品で、ぜひお試しください。とても美味しい副菜です。ぜひお試しください。さっぱりして美味しいね。子供たちはその料理を食べるたびに目を描かせて、とても美味しいと感じています。彼らはその味を楽しみ、長女でおかわりを求めるほどです。そうですね、これはだいたいマッチのサイズくらいです。マッチのサイズは小さくて手のひらに収まるくらいの大きさです。マッチは日常生活でよく使われるもので、火をつけるために便利です。小さくて軽いので持ち運びにも便利です。しかし私が以前言ったように、ブロック状に切ることもできます。エシャロットはまず癖を剥いてから実際に2つに切ります。その後さらにとても薄くスライスしていきます。この時スライスの厚さが均一になるように注意しながら、慎重に包丁を使って切り進めます。エシャロットを今すぐ入れます。ではさあ顔に進みましょうね。顔をさらに少しだけゆっくりと丁寧に2さじ1入れます。そしてこねることです。実際には例えばキュウリから水分を抜きます。マッサージが少し得意です。はい、実際には例えば具体的にどれくらいの時間が必要ですか？水分が全て抜けるまで。これからお見せしますので、どうぞご期待ください。さらにお楽しみにしていてください。あなたもすでに少し使ってきたと感じているでしょう。これは空気中の湿度が高くなっているためで、特に芽が掘る前や芽湯の時期にはよくあることです。時期が増すと皮膚や羽の子にも影響が出ることがありますので、注意が必要です。この方法を使うと、どれだけの誰が引き落ちるかを確認することができます。誰がどのように流れ落ちるかを観察することで、流れの広さや量を詳しく知ることができ、さらにその過程を
理解する手助けとなります。それでは皆さんにお見せする前に少しだけお話ししたいと思います。これからご覧いただくのは私たちが長い時間をかけて準備してきた特別なものです。どうぞお楽しみに。どれくらいの水分があるか、例えばどのくらいの量なのか、それに取っているのも見えます。例えばどの程度取っているのか、例えばどのくらいの量なのか、それに取っているのも見えます。中身をそのままにしておくと、もちろんさらに取ってしまいます。そうですね、実際にそれを入れておいてもいいですよ。私はいつも外していますが、他の人はそれを入れることを好む場合もあります。状況によっては入れておくと便利なこともあるので、選択肢として考えておくのも悪くないと思います。それではこれから少し打っていきましょう。まずは軽くすすいで汚れを落とします。その後しっかりと刺激を作ってし合い、最後にもう一度丁寧にすすぎます。そして今エシャロットを加えます。今きゅうりと人参を使って皮を加えて混ぜることを考えています。もしさっきそれを混ぜていたとしたら、どのような味になっていたのか想像してみてください。きゅうりのシャキシャキ感と人参の甘みが顔によって引き立てられ、絶妙なハモニーをしでることでしょう。見て、これが自然に崩れていくよ。そしてそうなると完全にふにゃふにゃになるね。そしてそれは少しあまり美味しくありません。私は約5倍の砂糖を使います。そして砂糖をさじ5杯加えます。そしてかき混ぜます。砂糖が溶けるまでかき混ぜる。普段はそこに少量の糖心粉を加えますが、チニハラウィットという特別なスパイスも一緒に入れることがあります。これにより料理に独特の風味と香りが加わり、より一層美味しくなります。でも子供たちが一緒に食べるので、今は同時粉を入れません。子供たちが集まって仕事をするのは特別な時間であり、みんなが楽しめるように辛いものは避けています。辛い食べ物は大人には人気がありますが、子供たちには少し刺激が強すぎることがあります。そのため家族全員が安心して食べられるように糖心粉を使わない料理を選んでいます。これにより子供たちも安心して仕事を楽しむことができ、家族の晩も深まります。さてアーチャルはほぼ完成です。アーチャルは様々なスパイスと野菜を使って作られる伝統的な保存食で、時間をかけてじっくりと漬け込むことで独特の風味が引き出されます。今はその最終段階にあり、香りや味わいがしっかりと全然でいます。これで自宅に並べる準備が整いました。このプロセスは非常にシンプルで、誰でも簡単に理解して実行することができます。全ての材料が完全に溶け合うまで、しっかりと時間をかけて丁寧に混ぜてください。混ぜる際にはボウルの血や側面に残らないように、ゴムベラを使ってしっかりと混ぜ合わせることが重要です。これにより均匀な仕上がりが得られ、料理の味や実感が生じします。料理を作る際には常に味見をすることが重要です。味見をすることで料理の味を確認し、必要に応じて調整を加えることができます。味見は料理の完成度を高めるために欠かせないプロセスです。例えばもう少しだけ塩が必要です。とても慎重に行動する必要があります。そうしないと予期しない結果が生じる可能性があります。この料理はインドネシアの伝統的な料理であるナシゴレンヤバミに本当にぴったりで、これらの料理は香ばしい風味と豊かな味わいが特徴です。ナシゴレンはさなめたご飯に様々なスパイスや魚材を加えたもので、バミは麺を使った料理で、どちらも非常に人気があります。これらの料理にこのソスを加えることで、さらに深い味わいが楽しめ、とても美味しいです。インドネシアの食文化を体験するにはぜひ試してみてください。はい、実際には全てに合います。例えばさてトロントンを添えて、てか美味しい。これはアーチャルが本当にとても簡単です。前のバージョンも少し強切りにしました。ここに見てください。これは本当に皆さんが望んでいるものです。本当にとても簡単で、私はいつも前もってたくさん作ります。そしてガラスの塀に入れて冷蔵庫に入れます。はい、これで料理に合わせていつでもに美味しいアーチャルが用意できます。いただきます。さようなら。